おはようございます。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。えー、現在の日付と時刻はですね、7月の20日、20日のですね、夜9時、21時を回ったところでございましてですね、私ね、今日はですね、ズームのお誘いをいただきましてですね、あの皆さんあの、同友うう会って聞いたことあります同友うう会、同友うう会、 同じ友の会という同友会っていうのがありましてですね、これがね、まあ47都道府県のね、まあ,あの中小企業とか、おそらく個人事業にして頑張ってる人たちで、まあえー、なんか作ってる組織があるみたいで、僕はちょっと耳にしたことはあったんですけれどもね、今回初めてね、その同友会のね、山口県の支部のね、まああのその、この同友会のなんていうの、この発表会みたいなのがありましてですね、それに僕のお友達がね、 えー、お友達で言ってよかったかなお友達で許してくださいね。えー、僕のお友達がね、あの、こう、登壇に上がって、こう、発表するっていう、こう会、その日でございましてですね、えー、バサラさんよかったら、ズームで参加しませんかっていうことでね、僕ね、今回、その同友会のね、えー、その山口支部のね、まあ、この、何、ゲスト参加させていただきましてですね、あの、まあ、あの、もちろん僕自身もね、あの、なぜね、 あの、こう、誘ってくださったのかなって、とってもね、僕もね、えー、いろいろね、こう、疑問に思いながらね、参加してみたんですけれどもね、えー、その、えー、僕を今回呼んでくださった、ズームで出ませんか、参加しませんかっていうふうにお誘いくださったのが、このですね、えー、花ぶさ設計、ね、花ぶさ未来設計というですね、会社を経営されてますですね、えー、宮川さんという方なんですけれどもね、宮川和秀さん。 というんですけれどもね。あのー、宮川さんとの出会いはですね、えー、僕のね、えー、この YouTube でも何回か、えー、出てくれたですね、あのーえー、ルーツというお店をやってますですね。上野リオン店長、そして上野ひろこさんっていう方がいまして、そのね、このお二人がルーツってお店やってるんですけども、それはですね、社長さんがですね、その、花房未来設計の宮川和英さんで、 え、ございましてですね。まあ、もともとね、この、宮川さん、花房未来設計というのはですね、もともと、あの、原寸というですね、まあ、鉄鋼の部門だった。 の、えー、業種だったらしいんですけれどもね、その原寸という業種から、えー、立ち上げた、この花房設計、未来設計さんがですね、まあ、今ですね、まあコロナの時期に入って、まあ少しいろんなちょっとストップする中でね、新しい事業って考えた時に、まあ、あの、革、レザーですね、レザークラフトとか、今やっているとかいう中で、その、えー、上野リオンちゃんはですね、えー、もともとその、 花房未来設計で、まあ、デザインなんかも、あの、まあ、アルバイトかなんかお手伝いしてたらしいんですよね。その中でね、この、まあ、あの、宮川さんがね、えー、この若い、えー、上のリオンちゃんにですね、24歳、すごいデザインも個性溢れる才能があるので、何かやりたいことはないっていうふうに聞いたときにですね、えー、飲食店をやりたいというふうにね、リオンちゃんがおっしゃって、それを聞いたときにですね、あ、 デザインのね、すごい才能があるのに、そこに留まらず、飲食店をやりたいんだっていうのに、すごくね、度肝を抜かれて、その上野リオンちゃんを応援したいということでね、えその、えー、まあ、飲食店の部門もですね、まあ、ああの、立ち上げてね、 今やってるんですよ。僕のお友達のリオンちゃんとかね、えー、そのお母さんのひろこさんでルーツってお店やってるんですけども。まあ、その中で僕はルーツというお店でね、あのー、今年の春か、ね、えー、音楽イベントもやらせていただきまして、ものすごい大盛況でね、ありがたかったんですけどもね。そんな中で、まあ、あのー、僕とのね、その宮川さんとのお付き合いもあってですね、あ、そっか。実はですね、そのレザーね、これ、 これなんですよ、これ。どうですこれ僕、ピック入れにしてるんですけれどもね、ピック、ギターのピックを入れてるんですけれどもね、はい、これが宮川さんのですね、今ね、立ち上げてる新しい革の部門、ね、ね、えー、ボルトナットだったかなというですね、新しいこうね、この革のレザークラフトのね、会社をね、えー、やってるんですけれどもね、はい、これいただきました。えーはい、そんなですね、まあこう、宮川さんの今日はですね、まあ、あの、この、えー、 同友会でのね、まあ、その、発表会だったんですよね。えー、まあ、宮川さんはですね、もともと、えー、まあ、あの、音楽活動もやっていて、10年ぐらいね、もう音楽で必死にですね、身を立てようとしてね、えー、頑張っていたみたいです。えー、それで、そっからですね、まあ、いろいろ、いろんな、まあ、音楽だけでは飯食っていけないので、いろんなアルバイトもね、えー、たくさんやる中で、まあ、いろんな経験してですね、そっから、まあ、その、原寸というですね、鉄工のお仕事をね、始めて、えー、 いたみたいなんですよね。なそっからまた広がってですね、コロナの時に、まあいろんな事業もですね、そういう、えー、さっきも言ったみたいにですね、えー、革、レザークラフトの、えー、部門も立ち上げたりとか、今飲食店も立ち上げたりとか、そういうことをしてて、まあ、まずですね、あの、なんで今回ね、あの、そんな宮川さんがね、僕を呼んでくださったんだろうな、というふうにね、まあ思ったのは、えー、まあ、まず、 宮川さんも音楽をやってたっていうことがまずあると思うんですよね音楽をやってたっていうことと、えー、そしてルーツというお店のでね僕はそのお二人とねリオンちゃんとひろこさんとお友達というのも、えー、あったと思いますけれどもねなんかそれだけじゃなくてなんかバサラさんにあ僕に言ってくだいバサラさんっていうバサラにね、えー、こう自分のこのなんかこう今回の発表ね 見てもらいたいという気持ちがどっかにあって、きっと僕が今見てなんか刺激を受けることがあるんじゃないかなというふうに、えー、思っていたんじゃないかなというふうに思うんですよね。えー、まあ宮川さん、えー、なんかもうこの年になるとね、僕は47なんですけど、宮川さんは1個下。だから、どっちが上か下か分からないでしょ。でもまあ同世代ですよ、大体。同世代でね、多分宮川さんは僕が音楽でね、頑張ってる姿にね、どんどん、まだまだバスラさん、どんどん今のね、 え、音楽活動頑張って発揮してくださいっていう意味と、そして僕もね、宮川さんもバサラからね、刺激を受けてますよって気持ちがあってですね、私はこんなことやってますよっていうことでね、なんかこう、僕にも見て刺激を、えー、受けたかったんじゃないかな、あ、刺激をですね、僕に与えたかったんじゃないかなというふうに思うんですよね。 やっぱりあの、こう一番今回感じたことはですね、僕も来年ね、秋頃にシュガーホールというですね、まあ大きめなですね、クラシックホールでのまあイベント考えてますけれども、やっぱりあの宮川さんがこうすごいなと思ったのはですね、こう、やっぱりあの、会社をや経営してるってことはですね、やっぱりあの、組織を運営していくっていう中でね、どういう風に社員と向き合うかとか、 ね、あの、個性をね、それぞれの個性を活かしてあげるかっていうことだと思うんですけれども、あの、口で言うのは簡単ですけれどもね、あの、生半可にね、えー、できないんですよ、個性を活かすとか、えー、言うのはですね。でも、そこをちゃんとね、あの、宮川さんは、あの、自分の失敗も含めてですね、えー、えー、相手が、 相手に裏切られたと思ったことも考えてみたら自分にも落ち度があったんだっていうのを素直に認めてね、えー、経営を続けていく。そして、まだ夢を持ち続けてるっていうのがね、すごいね、あのー、すごくね、あの、僕自身、えー、刺激を受けました。そしてあのー、僕もね、宮川さんと同じ気持ちなのはですね、この、挑戦し続けるってことなんですよね。挑戦し続ける。ね、っていうのはこう、現状維持というのはもう、 やっぱり僕の僕もそうですけれどもね現状維持というのはもうすでにもうこれはもうちょっと後退しているというふうに思った方がいいですねやっぱりどんな時でもチャレンジし続けるチャレンジし続けるということがやっぱ大事で宮川さんもそれをずっとね、えー、今回のまああのその同友会でもね色々いろいろお話しされてましてですね 本当にあの今回、まあ、こう、僕自身今日は、まあ、いわゆるオフ、オフだったんですけれどもね、あの特別こうやることはなくて、でも僕にとって今日のね、その同友会のね、この宮川さんのこの今回のお話っていうのは、僕にとってこう学びなんで、こう、僕自身は仕事だと思って、えー、真摯な気持ちでね、えー、最初から最後までね、あのー、 丁寧に聞こうと思って参加させていただきましたのでですね。まあ、宮川さん。あの、今回。まあ、あの、今回ね、そういう、宮川さんから刺激をいただいて、はい、次何をしますっていうことをね、今ここで宣言できるっていうことは、難しいんですけれども、ただね、やっぱり僕も、あの、来年の大きなイベントに向けて、組織づくりとか、えー、お金の生み方とか、そして、音楽活動にとどまらず、他にもなんか、もっとね、こう、やることとかね、こう、一番大事なことは、ワクワクしてやること、 ね、そして、挑戦し続けるってこと、もう本当生半可じゃないですけどもね、傷つくこともたくさんあるかもしれないけども、そこも挑戦したからこそってことを認めてですね、どんどんなんかこう、えー、今回僕が考えてるですね、来年考えてるシュガーホールのイベントもね、えー、なんかヒントになるような話がたくさんあったような気がしますのでですね。 えー、改めて、宮川さん、えー、今回お誘いいただきました。ありがとうございます。びっくりしました。ご同友会で急にですね、ゲスト参加の山田バサラさんっていう、まさか読み上げてくれるて思わなかったのですね <laughs>、えー。嬉しかったですよ。はい、ということで、本当にあの、やっぱりこう、今回ね、こうコロナ、ね、コロナの時期も3年過ぎて、その中で僕が出会った人とか、やってきたこととか、少しずつ繋がっているような気がします。昨日の話の続きになりますけれどもね、やっぱり、あのー、 僕自身もいろんな意味でね、変わり目に来てると思います。人との出会いとかね、その、僕の展開の仕方とか。なのでね、今回も、えー、僕もこのズームに参加したことは、同友会のズームに参加したことは、僕にとってのチャレンジでございましたのでですね、えー、まだまだそれを活かしてですね、頑張っていこうと思います。宮川さん、お互い頑張っていきましょう。今日も一日、皆さんも頑張っていきましょうね。今日も一日、サラバンジ